こんにちは、土の子です。さあ今回はね、ランキングステージメガバシャーモン、ファストマッチ、またファストマッチか1万位で、メガストーンバシャーモナイト&マックスレベルアップ1個と、1万位以内でマックスレベルアップだね。すでにバシャーモナイトを獲得済みの方が入賞した場合はメガスキルアップ1個、ああいいじゃないですか。運営さん的にはマックスレベルアップの方が上位ってことなのかな。これは嬉しいね。宝石よりはメガスキルアップの方が嬉しいです。さあじゃあ1枚目指して頑張っていきましょう。まずはね、みんなのランキングを見たいと思います。参考にさせてもらっちゃおうっと。やっぱりレックザパーティーが多いですね。レックザとパルキア、あとガブリアスなんかも入れてるな。あとランドロス。ファストマッチなのでバリアが入ってるのかな。バリアと岩を消すと5つの力プラス、そんな感じですね。みんなね、まずはノーアイテムでちょっと様子を見たいと思います。30って結構長いね。2秒以内に、決めていかなきゃいけません。なのでここら辺で見つつ、そうだな、あー岩ブロックにしていくと、1、2、あなるほど。あーこれはちょっとコンボを考えるのがお邪魔で、コンボを考えるぐらいだだー、ちょっとあ考えちゃった。球根がお邪魔で入ってるところか、だからなかなかコンボしづらいですね。うお今上見たけどかっこいいな、メガバシャーモン。こんなかっこよかったっけ前も。すげえな、こんな顔だった僕この顔でサムネ作ったっけ。すげえなこのガッツポーズ。これはちょっと難しいな、点数取るのも難しいね。パズルポケモンマイナス1使うのかな。ちょっとアイテムね、見るの忘れちゃったんですけど、いやきついな。レックザでもこれコンボしないね。いやきつい。でもレックザが揃えられるんであれば揃えた方がいいよね。やっぱり最後の方はバリアと作るんだね。バリア消しもしつつ、はい、なるほどなるほど。いやー難しいね、全然点数上がらなかった。これは悩んじゃうな。26,699。それを踏まえてもう一回ちょっとランキング見ようかな。どっちがいいかな。やっぱりね、おじゃもポケモンが出るのでマイナス1がなかったのでね、振り払うを入れていきましょう。このパーティーでいきたいと思います。メガスターとパワーアップおじゃもカード使っていきましょう。そして作戦としては、ランドロスが5マッチできる形があればそっちを優先、そして振り払うはそんなに効果がないのでレックーザと振り払う、バンギラスが、揃う場合は振り払うを先にやるみたいな形をね、狙っていきたいかなと思います。さあ行きましょう。よく考えよう。ランドロスはなし、振り払っていこうか。はい、振り払って、さあ次は、あーもうダメだもう考えれない。ちょっと振り払う、うわちょっと待ってちょっと待って、ちょっとちょっとダメだ。よく考えよう。リックーゼがなかなか揃ってくれないから困っちゃうな。ちょっといい場所が見当たらないのでこう行きましょうか。
うん、さあどこ揃える、うっちゃもう考えれない、揃えられるとこは揃える。よし、わあダメだ、5マッチじゃないのに揃えちゃった、なかなかコンボする形はできないね、やっぱり。さあどこだ、振り払って、よし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 、振り払って、よく考えよう、うん、ちょ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 、ああ遅れた、手が滑った、よし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 、いいよいいよ、よく考えよう、落として落として、バンギラス揃える、よしよしよし、振り払い振り払い、あー振り払いが、よし落としてレッグザドライ、いいよいいよ、いい感じ、かなり、よし行け、うわーっと5マッチは揃えないよね、これは次は振り払い行こうか、うわっうわっちょっと考えちゃった、予想してたとこがなくなった、なのでレッグーザ揃えるかちょっと迷い時ですね。でもかなりスコア今んとこいいよ、これは振り払ってレッグザ揃えていくか、振り払いレッグザ、これは5マッチ、うわーこれ早くファストマッチでやりたかったな。さてとちょっと考えよう、ここは振り払う、振り払って、あーもうせっかくいい感じだったのに一気にダメになっちゃった、参ったな、えい頑張れ頑張れ頑張れ、あー残念、いやー一瞬お、ちょっとランキング狙えるレベルかなと思ったけどスコア伸びてくれませんでしたね、最後ね、最後失敗しちゃったな。ということで 75,351 でした。まあまあ悪くないんじゃないかな。はい、ということで僕の順位はね、今5000人、今ね5000人やってる中で27位と、そこそこのねいい結果だと思います。今回はね1万位と幅が広いので、これで結構安泰期に入ったんじゃないでしょうか。ということでファストマッチはねなかなか考えものですけど、もうやっぱりレッグザとかの落ちコンが決まるとね点数は伸びていくと思います。それじゃあね、僕はまたコインためとレベル上げにね戻ろうかななんて思います。来週の更新こそねメインとか来るんでしょうか、どうなんだろう。それじゃあよかったらね、また次も見てください。つちのこでした。